演習陸軍の特別大演習は明治25年、この絵、第1、第2の参考師団の参加のもとに、宇都宮で行われたものが最初で、海軍大演習は明治22年、東京湾で行われたものが最初である。諸兵連合演習から各団体において勤めて、機会を設けて行い、その数、変合兵力、場所その他は適宜定める。師団周期演習。 師団長において、毎年周期に、霊下軍隊を敵に変合区分し、対抗、または仮説的に対する演習を行わせ、かつ仮説的に対する師団の演習を行う。普通旅団長等官のもとに、不評連隊を機関とする師体の対抗演習と、師団長等官のもとに混成旅団の対抗演習、及び仮説的に対する師団演習とで、 期日は往復途中及び休日を除き8日間とする。師団対抗演習師団を対抗させるもので、他の部隊を適宜編合することがあり、毎年1回行い、日数は3日で、直命の召喚が投函する。特別大演習2個以上の師団を対抗させ、通常他の部隊を適宜編合させる。毎年1回行い、日数は4日で、 ただし一部二数を仮説的演習とすることがある。天皇が親しく投函し、時に勅命により、皇太子に対抗させる。軍司令官は勅命により、大中将に任じる。各兵士特別演習、騎兵、砲兵、砲兵、航空兵、市長兵ごとに数個の当該陛下団体で行い、主としてその陛下専門に関する演練をさせる。投函は、 当該陛下の陛下が任じ教育総監の指示で他の召喚に任じることがある。日数は陛下において定める。特別陣地攻防演習から諸兵種及び特殊の部隊を兵合わして、堅固な陣地の攻防を行い、陣地戦に関する軍隊の連成及び研究を行う。教育総監、または教育総監の指示する召喚が投函する。 数年に一回行い、日数、変合部隊、場所その他は、教育総監において定める。衛生隊演習から、各師団ごとに、衛生隊幹部以下に、実地につきその勤務を延々させ、各年一回行い、日数は10日以内とする。他に、陸海軍連合演習、幹部演習などがある。基本演習、艦団体などの教育基本部においてそれぞれ別に、 あるいは他と連合して行う演習で、毎年1回、ないし数回行う。小演習陳府陽光部、艦隊などにおいてそれぞれ別にあるいは他と連合して行う演習で、その部隊長の指導のもとに毎年1回行う。大演習から特定の陳述府及び艦隊の連合によって行う演習で、天皇の当官のもとに4年に1回行う。射撃演習官報、 野砲、小銃などの実弾射撃を行う演習で、各砲院、あるいは各艦で行うものを強連射撃、編隊によって行うものを戦闘射撃と称する。兵器演習基盤の上で、艦型の駒を戦わせるもので、海軍大学校などにおいて、戦術研究のために行う。図上演習図上で作戦を実行するもので、各司令部、大学校などにおいて、 戦略研究のために行う。ありがとうございます。